はいみなさんこんにちは、村長スタジオです。今日も e ージードラマー3を見ていきましょう。今日のお話は、ミキサーを中心に、お話ししていきたいと思っています。今、画面には、e ージードラマー3の中の、タイトルウムというのが出ています。ここでミキサーを押します。すると、こんなチャンネル数の少ないミキサで、タムなんかもありません。手を抜いたわけではないと思います。 これはタイトなルームで録音するときに、マイキングを少なくして、バスドラ、スネア、そしてオーバーヘッドなどで音をとって、ちょっとレトロな音作りをするために、このような構成になっているということだと考えています。他のキットに切り替えてみましょう。これはブライトルームです。この時にミキサーを押しますと、 このように各ドラムにマイキングがされているということになりますじゃあもう一度戻しますすべてのマイキングをしたいときにはどうすればいいのでしょうかそれは右の一番上のところにプルダウンメニューがありましてそしてここにマイキングがありますここでフルマイクというのにしますそしてミキサーを選びますするとこのように。 フルでマイクが装着されたということになります。また、この右のところには、ミキシングのプリセットも装備してくれています。例えばここでトゥーントラックというのを選んで、そして、このあたりのところを押しますと、フェーダーなどをよく見ててください。このように変わったりして、フェーダーが動いています。そして先ほどとは違って、タムもあったりします。このようにいろんなプリセットがあって、 切り替えれるようになっているわけです。もう一度フルに変えておきます。マイクをフルにしたときに、この画面の下には、アウト1にアウト1に続いています。いわゆるこれは、ステレオアウトをするときのためです。これをマルチチャンネルに切り替えます。するとここが変わります。キックは、12というのは変わりませんが、パンを振ったりもできます。そしてスネアは3、4、5、6となっています。 これはスネアを上からと下からと狙っているということになるのでしょう。このようにパラアウトのプリセットがちゃんと選べるということになります。パラアウトした時はスタジオ1の場合ですけれども、この画面の下の方にインストールメントというのがありまして、ここでイージードラマー3を展開します。するとこのようにパラのチャンネルが出てきましたので、ここにチェックを入れます。ミキサーはこのように、 たくさんのアウトプットが並びます。初心者の人はステレオアートで一つのチャンネルから出すことが多かったと思いますが、このようにパラアウトすると各チャンネルにインサートをできることになります。このようにしてコンプレッサーやイコライザーを入れていけるということになるから上級者の方はパラアウトは多分必須でやってると思います。またミキサーの機能の中には今はオーディエンスという風になっています。 これは自分から見た時と、お客さんから見た時に、パンダ反対になりますので、それをエミュレーションしています。これを選びます。ちょっとパンの位置とかを見ててください。はい。このあたりのところでパンダ変わりましたね。もう一度やってみます。はい、このようにオーディエンス用と、ドラマー目線とを切り替えれるようになっています。そして、 各トラックで合わせてパンを動かしたいような時は複数選択でチャンネルを選んだりできるようになっています。例えばここでチャンネルを選択します。シフトを押しながらクリックします。するとこのように複数選択ができまして、そこでパンを相対的に動かすことができるようになっています。もちろんフェダーもその通りです。そして先ほどのミックスのところに行きますと、ちょっとヴィンテージポップというのを選んでみます。 このようにフェーダーもとっても切り替わりましたね。ミキシングをスタートするときに、ここらも参考にすればいいと思います。各ジャンルに合わせたものを選んでから、スタートしていくといいと思います。ヴィンテージというのを選びましたので、ここはサーチュレーションとリバーブが出ています。これも選び方によって都度変わります。他のものを選んでみます。このように。 サーチュレーションとブリードに変わったりします。ドラムキットを切り替えてみます。ブライトルームを出してみます。右で読み込んでいます。ミキサーを出してみます。ここを見ると、下がブリードという風になっています。この左端にはオーバーヘッドへの送り量とかを設定できるようになっています。あとはテープエミュレーションなどもついたりしています。 このように選ぶキットやプリセットによって、ここの出方も変わってくれるという優れものです。ただし、上位バージョンのスーペリアドラムと差をつけるためにか、この e ージードラマー3には、ドラムのエフェクトというのは、そんなに強くありません。先ほども言いましたように、パラアウトができますので、パラアウトで、好みのインサートを入れる方が、実践には合っていると思います。e ージードラマー2を持っていて、 アップデートした人は Easy ドラマー2を選ぶとミキサーがこのようになりましてじゃあこれが変更できるかと言いますとフルマイクにすることはできませんここにプリセットがありますので例えばポップというのを選びます若干マイクの数は変わりますけれども選択方式がこのように階層化はされていないで約15種類ぐらいのプリセットを選べるということになりますこのようにして ミキサーはとってもバリエーションが多く使い勝手の良いようにしてくれていますのでいろんなプリセットで自分の好みを試してみましょうそして好みが決まってミキシングなどが決まればこのようにユーザープリセットというのがありましてそれを保存したりすることができるように1234と簡単に名前を付けますそして保存をしましたら ユーザーのプリセットのところにこのようにプリセットができてくるということになりますので e いいミックスができましたらプリセットを作っておいてください今日はミキサー機能のことをまとめさせていただきましたとっても素晴らしいドラムソフトにアップデートされたと思います機会がありましたら是非使ってみてください村長うスタジオでした